東海道新幹線で13年ぶりにフルモデルチェンジした新型車両 N700S が今日デビューしました。新型車両 N700S は停電でも長時間止まらないようバッテリーによる自力走行ができ、緊急ブレーキをかけた際にこれまでより短い距離で停止できるなど安全性が向上しました。またこれまで窓側だけだったコンセントが全ての席につくなどより便利になりました。今までの N700 とパッと見そんな変わらないなとは思ってたんですけど、やっぱこうして実物見てみると、やっぱり細かいところ全然違ってて、今まで硬かった部分がすごいふわっとした感じの座り心地だったりとかして、やっぱ全然違うなと。 N700S は今日4編成がデビューし、今後40編成が導入される予定です。